の車の話始まりました。はい、土屋さん、はい、時計が違うじゃないですか。これは普通マジですよ。国さんのは見せてくださいよ。神なんだから。だから持ってきてください今度。いいよ、もう神棚にかかってある。僕にくださいよそれ。無理でしょ、ちょっと。ねえ。そんなこと言って。大切なものなんですから。あの高橋久美さんと一番の思い出って何ですか。はい、まあ皆さんご存じない方もいらっしゃると思うんですけども、ね、日本のナンバーワンのレッサーですよね。そうですね。はい。でその方と土屋さんとの出会いだったと思うんですけども、うん、はい、どういう方だったんですか。いや、どういう方ってやっぱりね、うん、僕がその高校1年16歳の時に、はい、ホンダのダックスで、うん、長野から富士スピードウェイまで8時間半かかったんですけど、うん、もう会いたかった、うん、もう小学校5年から6年の時にテレビで日本グランプリやってたじゃないですか、はい、トヨタ、日産、マツダ、ね、マツダの RX3 の、 あのサバンナ、サバロータリーですよね、あれと箱須賀がやり合ってたじゃない、うん、あれを子供の頃見て憧れて、うん、もう高橋久美さんのファンになってどうしてもこの人に会いたい、それで会いに行ったのが始まり。いやだからさ、うん、サッカー選手がね、うん、ペレに会いに行くとか、うん、ね、僕らみたいな野球好きの少年が、うん、長嶋さんとか王さんとかね、うん、会うに行くのと同じような、うん、一緒ですよ、そういう感じですよね、はい、そこで出会って、はい、それから親しくなって今度一緒にレースになって、そうです、今度逆に土屋さんがね腕を上げてって、はい、それぞれ国別さんを助けた部分もあったわけじゃないですか、はい、どうでした、そういうなんか一番憧れて人生で一番憧れた人と、はい、このなんかね、一緒に仕事したっていうか、レースプロになった時って、うん、やっぱね、この人を表彰台に上げたい、うん、この人と一緒に表彰台に上がりたいっていう、もう気持ちが一番強いですよ。もう自分じゃないんですよ。ここがね、やっぱ土屋さんのね、すごいとこっていうか、偉いとこだよね。俺、こんないいやつだと思わなかったですよ。さあ行きましょう、はい、ごめんなさい、今日はですね、あの、うん、その話と全く関係がないんですけど、関係ないです、え、全然関係ないの、全然違う話なんですけど、ちなみにペットはお二人は、あ、僕はもう何、ワンちゃん大好きですね。お、うん、さんワンちゃん、僕のこの名刺、はい、僕の名刺にワンちゃんがいるんですよ。はい、亡くなっちゃったんですけどね、うん、もう大好き。今いないの。今ね、もうちょっとなんかね、ちょっと辛い思いが、まあ、2回続いたんで。あ、なるほどね。そうなんだよね。うちは今2匹。あ、何ですか。ミニチュアダックス。おー、いいやろしく。本当は6匹いたの。あ、お父さん、お母さん、娘、息子みたいな。おー、だけど、こう、可愛い子はほら、みんなもらいに来るじゃない。あー、そうなんだ。あの親戚とか、うん、ね、知り合いが、可愛いからちょうだいって言って。で、不細工のやつだけ残ったの。あ、それが可愛いでしょ。めっちゃ可愛い。そうなんだよ。ワンちゃんってさ、出来が悪ければ悪いほどいいよね。そう、大人になっていくと変わってくる。へえ。もう本当このブチャヒクな、うちの娘誰ももらってくれないっていう、うん、それをずっと飼ってたらどん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 可愛くなってきた。お、もうお嬢様。お嬢様になりましたか。え、今もうだから お母さん死んじゃったんだけど、お父さんと娘と。六本木のお嬢様になってましたか。お嬢様。六本木のお嬢様。やっぱりペットがいると もちろん家族じゃないですか、うん、そうなるとやっぱ車に一緒に乗せたい。そりゃそうだ。そういう時に、うん、どういうふうに乗せたらいいのか、これはこれでまたグッズもしっかりいろいろあるんですよ。確かさ、先ほどね、主持人が言われたように、ね、ワンちゃんがね、はい、まあ、こう6匹というかいたら、はい、車乗せる時だって大変だもんね。結構大変だと思うんですよ、はい、うん、なんでそのあたりも今日はいろいろこの方にお聞きしたいなと思っております、はいはい。今日はですね、はい、ペットの弊社が作っております、うん、ホンダドッグというあの愛犬家用の住宅さん、あるんですか、はい、ホンダドッグまた作ってますね。ホンダドッグってどういうものになるんですか。はい、あのワンちゃんと一緒にあのドライブによく皆さん行かれるかなと思うんですけれども、その際にあのワンちゃん飼い主さんだけじゃなくて、ワンちゃんにも快適に移動の楽しみを、うん、感じていただきたいというような、そういったあのソフトケージですとかサークルといったものをはじめとして、またドレスアップ商品とかも。あ、なるほどね、まあ、みんなね、それこそ先ほどあれじゃないけども、お嬢様とかね、いますよね、ワンちゃんだけど。いますよ、ワンちゃんね。いやだけど、うん、犬散歩してるのに馬車に乗っけてるおばさんとか結構多いんですよ。あ、散歩させろっつの。ね、でもあのお年寄りになったワンちゃんとかは結構あの馬車大活躍です。そうだけどさ、それ散歩になんないでしょ。分かんない、ね、歩かせろっての。いやでもそれ多分あれなんですよ。何、まあ、足腰が弱くて、そうそうそう、ね、
だけどどんどん弱くなってくる、そういうのって、まあ、医者に言わせると。あ、まあ、そっか、そうです、ね、だから歩かした方がいいんだよ。あとあれほらよく寒い日にさセーターとか着てるじゃない、はい、あれもいいんですか、うん、あれどうなの。でもあのワンちゃん犬種によってやっぱ寒がりの子とかもいらっしゃるので、いるんですか、はい、いやそれ藤井さんに聞いてもペットの専門家ではないんですけど普通に答えちゃったんですけど、うん、動物ペットの先生だと思ったらそうじゃないんだよね。ペット用のグッズを開発してるんですよ。これちなみにホンダドッグってサイトもあるんですよね、はい、これなんかいろんな情報を発信されてるって聞きました。今日も商品をいろいろ紹介してくれるんですか。はい、お願いします。はい、で今回はですね、うん、ワンちゃんとドライブに行く時の、うん、まあ、知識について。あ、はい、なるほど。意外と知ってるようで知らないことも、うん、ちなみに土屋さん車には乗せてらっしゃいますか、ワンちゃん。もう NSX でガンガンぶっ飛ばしてますゲロ入ってますよ、うちの家。いやだ、なんか一応 あるんですよ、ルールが。なるほど、それはそうですよね、はい、そうなんです、はい、そうなんです。なんで、まあ、ちょっと今からですね、あのお二人にクイズを出そうと思っておりまして。それに多分土屋さんは全問ね、不正解だと思うんですよ全問不正解だと思うだってうちの家ガンガン飛ばしてる時点でもう不正解G でゲロ吐いてるもん、まあ、それが0点ですよ犬って車酔いするんですか。それはね、すごくするんです。あ、そうなんだ。オデッセイはしないんだけど NSX で飛ばすとゲロ吐くもうさ、0点ですよもう行きましょう行きましょう、はい、じゃあそれではワンちゃんとドライブクイズ、はい、まず第1問こちらです、うん、はい、街でよく見かける、まあ、こういう光景ありますよね。ワンちゃんが車の窓から顔を出している、うん、見たことありますよね、うん、こんなの当たり前ですよ。うちの犬普通にやりますよこれ。あら、このワンちゃんの行為ありなのかなしなのか。ありに決まってんでしょ、うん、いやこれでもね、気持ちはわかるの、うん、確かにね、僕もワンちゃんといるときに犬はね車酔いするから空気吸いたくなるんですよ。そうそうそう。でこれあるんだけども、これやっぱ顔出してるから危険だからね、罰だと思いますよね、うん、全然 OK でしょこれこれどうですか。さあ正解は、正解はお願いします。ほらやっぱし、なんで実はそうなんですよ。これはそうなんです。一応道路交通法の方で定められていまして、うん、一応あの車を運転するときは運転者は視界を妨げたりですとか、あとまたステアリングの操作といったものの妨げにならないような状況で運転をしなければいけないと定められているんですね。なのでそちらにの考えで見ますと、あのテリーさんが正解と。一応こうその助手席にワンちゃんだけを乗せてこうやってこう鼻顔を出すっていうのもダメってことですよね、うんうんうん、危ないです。そうですね、一応そちらの方もダメだよね。ダメ、基本的には。あ、まあ、どこ法で引っかかっちゃうもんね。そうなんですよ、ね、実はやっぱりワンちゃんがこう手を引っ掛けた状態で、うん、もし何らかちょっと急ブレーキとか急ハンドルをした時に、うん、ワンちゃんがこう転んじゃったりした時にやっぱり飼い主さんとしては心配なので、うん、その瞬間にそっちに気を取られちゃったりっていうのがやっぱ運転の妨げとみなされてしまう、うん、まあその通りだね、はい、俺全然心配じゃないよ俺運転してるじゃない。土屋さんのワンちゃんたち、そんな何言ってんのさっきからダメって言ってダメだよ、ダメだよ、法律がダメだよ。次行きましょう。次の問題こちらです、はいはい、ワンちゃんと NSX でドライブ、シートベルトさえつければこれは OK ですか。全然 OK でしょこれこれワンちゃんがシートベルトするってこと。そうです、ワンちゃんにシートベルト全然 OK これいいんじゃないの。これ OK でしょ。さあ答えは×なんでこれもダメですね。基本的には助手席に、まあ、ワンちゃん乗せると思うんですけど、うん、助手席、まあ、助手席に乗せる際は高速装置といって、まあ、ワンちゃんをこう安全に乗せられるような装置をつけた状態で運転してくださいといったところが、うん、謳われています。なので先ほどみたいにシートベルトだけって言ってもワンちゃんやっぱりこう、うん、嫌がって逃げちゃうかもしれないし、うん、ずれちゃうかもしれないしっていうこともありますので、基本的には何か乗せる装置を置いてっていうところを考えられます。よくね、例えば新幹線なんか車あワンちゃん乗せるときってちゃんとこうかなんか、うんうん、ケージに入れますよね、うん、入れますよね、はい、もうかカゴというか、うん、ケージに、はい、ああいうのはいいんですか、うん、あちらは一応、まあ、なんだろう、電車車って言いますと、まあ、基本的にワンちゃんって荷物というか積載物っていう考え方になりますので、うん、他の乗客の方に迷惑をかけないようにケージに入れて乗せればというような取り決めがある、うん、だってこれもケージでしょ。あ、そうですね、こちらは今映っているのはまさに弊社のホンダアクセスのホンダドッグのアイテムなんですけれども、これ
飛び出してるじゃん顔。これはですね、あの商品カットなので飛び出しているんですが、これは止まっておく際は、はい、運転、今これ停車中の映像、あ、そうだよ、運転する際は、シートベルトしないもん、はい、運転する際は上のあのメッシュの窓のところをチャックで閉めていただいて、うちこれ持ってますよ、ありがとうございます、あ、エロいじゃないですか、うちはもう2匹ともこの中に詰め込んで、うん、ファスナー開け全開、はい、あれはどうなんですか、例えば、はい、大きな大型犬の場合、大型犬だとセントバーナードとか無理、どうですか大型犬用は、これですね、あの小型犬までのサイズでご案内してます、ね、大型犬って普通さ、うん、ワゴンがあるじゃない、うん、ワゴンの後ろに網張って乗せてるじゃない、うん、大型犬は、うん、なるほど、ね、これ小型犬用だもん、そうだよね、はい、で、あの一応あの形状の方もあのちょっとなんだろう半円というか、うん、半月形みたいな形をさせていただいてるんですけど、うん、あのシートベルトなんじゃエアバッグが、うん、あの展開してしまった場合にワンちゃんに直撃してしまう恐れがあると思いますが、うん、それをエアバッグを逃すようなあの形状となっていて、ワンちゃんの安全もあの確保できるようなアクセサリーになります、ね、まあね、うん、子どももチャイルドシートがあるみたいに、うん、ワンちゃんもやっぱこういうね、そうですね、これ便利ですよ本当に、良さそう、はい、はい、チャックあるからNSX 乗ってるでしょ、はい、NSX に大型犬乗る？乗らない乗らないよね、乗らない、全然無理無理無理、そうだよね、全然無理、どうしたらいいんだろうね、はい、であのその場合は普通の車買ってくださいNSX は大型犬乗らない、であの今質問がまさに NSX に乗せるときにって話だったんですけれども、まあ、NSX はシート形状があの他の車とちょっと異なってマゲットだもんね、そうなんです、ね、なのであのこれあのちょうどヘッドレスト あのところにあのロープを引っ掛けてそこで固定するような取り付け方をしてますので、あの NSX でもちょっとこの今映っている助手席用のペットシートプラスワン、ツーという商品はちょっと使っていただくことができないと、藤井さんは無理だね、藤井さんはホンダの人だからホンダの車の話しかしないんだねいや当たり前じゃないですか当たり前なんですよ、いやいやなんか分かんないけどね、ホンダのアクセサリーパーツを開発してるんですから、いやだからなんかオープンカーとかのもうどうなのかなって、あ、そうですね、 S2000 とかだと S660 とか、うん、担当じゃないもん、もちろんこのペットシートプラスワンは他の車にも取り付けることはできるんですか、そうですね、あの取り付けられる形状、シート形状ですとかあのにが取り付けられれば付くことができます、うんうん、はい、これ全然、ね、他のトヨタでも日産でも付きますよ、多分いいよね、全然付きますよこれ、では続きまして、はい、こちら、うん、人が2人乗車しているフリードン、うん、フリードモデュール、あれ言えない、フリードモデューロ X、フリードモデューロ X にチワワが50頭乗っても大丈夫なのかどうか、ねえ、こんなの絶対ダメでしょ、分かんないじゃないですか、ねえこれバカでも分かるよダメだよね、全然ダメでしょこれ、これバカにしてるよこの質問、ねえ、さあ、バツです、バツ、バツ、2人ともバツ、正解はバツ、うん、だもっと乗せられるってことなんですよ、え73え、これめちゃくちゃな法律だねこれね、どういうことなの、重量の話ですね、はい、重量の重量で考えますと、うん、まあ、総重量330kg まではぐらいは、はい、乗せられるという考え方になりますので、まあ、人間が2人乗って、まあ、それが約 110kg ぐらいと想定した場合に、うん、あの残りの 220kg はワンちゃんとケージの重さ総合総量まで乗せられるという考え方で、それで計算しますと大体 2kg のチワワちゃんだとすれば、あのだってフリードモデュール X だよ、はい、乗ります、ね、ほら悪質ブリーダーと一緒ですよ73頭も乗せたらさ、あくまでもあの総重量だけで考えた場合なので、ぎゅうぎゅう詰めだよね、そうそう、そもそもダメですよね、走らせられないし、まあ、ダメでしょこれあ、こっからグッズの話はすんの、ここからですね、あのその今回その純粋な、今のが何の意味があったのかな、なんで確かにあのクイズだったんだろうという疑問は一回置いた状態で、もう忘れていいのね、はい、忘れていいの、純正アクセサリーでカスタマイズされた車を今回持ってきていただいているので、はい、そ, ね、それを見に行きたいなと、何の、何よく分かんなかった、分かりました、じゃあ車行きましょう、そうですね、見に行きましょうか、見に行きましょう、はい、車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています、チャンネル登録お願いします。